そう呼ばれるんだそうです。その小麦田村選手始めたんですけれども、初めに埼玉からは強風で飛ばされてしまったそうなんですね。でも今日また再びこの淡いピンク色の花を咲かせているそうですよ。可愛いですね、小麦田桜ですね、はい、はい。さあ今日は午後から日本海側を中心に雨が降ってきたところが多くなってきました。現在の青森市内の様子を見てみましょう。